1月4日月曜日の高須スノーパークです。割と混んでるんだろうけど、この前みたいに、みんな真ん中中央に集まるとかじゃなくて、もう散らばったんで、リフト、ゴンドラ降りてから、右左にみんな散らばったんで、ああいう風にみんな滑ってるんで、結構、空いてますよ。空いてますよっていう、まあ、言っちゃう。一番下の方はやっぱり割と混雑してるんですけど、ここの、なんていうの？あのリフト？なんていう名前だっけ？あれ降りてから、ここの広場っていうんですかね。ここは結構広々してます。で、カチカチです。あのリフト降りてから一番下までがもう割とカチカチですね。で、上の方はね、コブで来てました。あの、コブ斜面っていうんですかね、急斜面。コブはね、2本か3本ぐらいで来てました。で、チャンピオンコース、ああ、違うわ。テクニカルコースか。あそこはまだコブで来てないですね。まだ、まあ、新設っぽいですね。まだ、だいぶ踏み固められているけど。はい。で、カチカチです。僕今日はもう、ボードなんですけど、ちょっと滑ってみますか。カチカチが好きな人、僕はもう初心者なんで、カチカチだとこけますね。カチカチが好きな人にとっては、もうこれカービングできますよ。反射面だから。上手い人だったら。僕はできないけど。来ました。初心者がカメラ持ちながら、スイッチをカチカチパンでしたら、こけるに決まってる。あ、それから、下の方のパーク、ハーフパイプとかあるじゃないですか。あれなんか閉まってましたね、なぜか。なぜか、閉まってました。閉鎖されてました。人手が、もう雪不足なわけがないから、人手が何、足りないのかな。わかりません。どうしてやらないのか。まあそのうちやると思いますよ。その楽しみにしてる人、なんだっけ、ホームページで確認して行ってみたらどうでしょうか。でこの音を聞いて聞いてもらえばわかると思うけど、本当にカチカチです。圧接してあるんで余計に。圧接してあるのを、みんなが踏み固まえて、で、気温も低いし、あ、氷ってほどじゃないけど、このまあもう音でわかると思うけど、カチカチですね。なんとかその一応食い込むんじゃないですか、うまい人だったら。うん、だからその透明の氷ではないですよ。白くてカチカチ。こういうそのパーク系っていうんですか、こういうのはありますよ。ちょっとしたポコちゃんとかこういうのレールとか何ボックスとかはあります。で広々してますここは。でここもカチカチだから滑っていきますね。ここで止まっちゃう人いるじゃん。でもカチカチだから滑っていきますよ。じゃあどんな風に閉鎖されてるかちょっと見て、見ていきましょうか。こういう感じですね。もう閉鎖されてますね。ロープ張って。で、新設、もう新設のまんまですよ。なんか、今シーズン開業したんかな、ここ。今シーズンやったのかな、やった試しがないかもしれないですね。まあ、ここはね、広々してます。本当に、カチカチバーンで、カービングがしたい人、美味しいですよ。月曜日。
ほら、ああいう風ですね。もうその何ハーフパイプの山がもう新雪のまんまですよ。新雪と書いて、新雪といって深い雪なのか新しい雪なのかわからんけど、まあ、そんな状態ですね。ああ駐車場、ああもう3000台止まってますね。うん、混雑はしてます。ただ散らばったんでみんな、まあ、ここにもね、ここも開けて、ここにも散らばればいいんだけど、ここは閉じてますね。はい、そんなとこです。もう僕はダイナに帰ろうかな。スノーフィートしなきゃだけど、スノーフィートが、あーほんとするとこないよ。スノーフィートさせてほしいな。このリフトでスノーフィートさせてくれると最高なんだけどな。カチカチだから。じゃあまた、もしいいなと思ったら、いいねクリックしてください。で、高須ダイナのね、情報ちょくちょく知りたい方、なんていうの、ホームページは、なんていうの、いまいち伝わらないゲレンデを映してほしいという方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。はい、じゃあね。